聖オーガスティン修道院は、イングランドのケント州カンタベイリーにあった、ベネディクト海修道院。現在は廃墟になっている。教皇グレゴリウス一世から伝道のために派遣された、聖アウグスティヌスが597年にイングランドに到着した。当時のケント王はエゼルベルトで、たまたまキリスト教徒のベルタと結婚したところだった。エゼルベルトが妻に感化されたのかは定かではないが、 彼はアウグスティヌスにカンタベリーの死壁のすぐ外に修道院を建てることを許した。その場所にはすでにサクソン人の教会が三つ建っていて、それぞれ聖、パンクラティウス、聖ペトロと聖パウロ、聖ボマリアに建造されていた。聖パンクラティウス教会のサクソン人時代の遺跡はまだ残っているが、あとの二つはノルマン人たちによって一つにまとめる形で建て直された。 修道院の創設当初からの主目的の一つは、歴代の剣刀王とカンタベリー大主教たちの埋葬場所とすることにあった。978年には、より大きな新しい建物が完成し、聖ペトロ、タルソスのパウロ、カンタベリーのアウグスティノスに建造された。1100年までにもともとあったアングロサクソン人の建造物の遺跡は、 ロマネスク様式の大建造物にとって変わられる形で姿を消した。この新しい建物には1154年に瀬物分配所が建て増しされた。火災の結果、1168年に何箇所かの再建工事が行われたことを除けば、12世紀の残りの期間における修道院は全くもって静音そのものであった。しかし、1250年頃から、 再び建設工事が相次ぐようになった。この時期に回廊、会食堂、厨房などが全体的に建て直され、修道院長用の大きな校舎も新築された。大街道を備えるために敷地も拡張された。1309年に縦眼の付けられた新しい大門が建設されたことで中庭が完成した。北側には拡張の余地があり、修道士たちは、 食料生産と関わりのある外庭を作り上げていった。そこに築かれたのは、醸造所、生ン所、新しい壁に囲まれた武道園などである。修道院の東側でも拡張は行われ、壁に囲まれた菜園とともに宿泊処分が作られていった。1382年に地震が起こったが、これがさらなる建設工事に結びついた。1390年には減損する。 主営小屋が作られた。最後に建設されたのは、付属教会東側の聖母礼拝堂である。1500年までには、修道院は極めて広大な領域を所有しており、付属図書館も充実していた。図書館には当時としては膨大な2000巻もの写本が所蔵されていたが、その多くは修道院内の写実で作成されたものであった。1535年に、 ヘンリー・パスセイは年収100ポンド未満の修道院すべての解散を命じた。聖オーガスティン修道院の年収は1733ポンドだったことからこの最初の解散令には定職することがなかったが1538年7月30日の修道院解散令によって閉鎖されることになった。その後15年をかけて体系的に解体が行われ一体は ドイツのアン・オブ・クレーブズの到着に備えて宮殿に作り替えられた。この宮殿は貴族たちに貸し出され、1600年代初めにはエドワード・ロード・オットンが所有していた。彼はその周囲に平面幾何学式庭園を配置するためにジョン・トラデスカントを雇い入れた。この宮殿は1703年の大嵐の時までは存在していたと考えられているが、 現在はその大嵐で大きく損壊した廃墟となっている。現在、聖オーガスティン修道院の遺跡は世界遺産に登録されており、イングリッシュヘリテージに管理されている。今日の修道院遺跡はカンタベリー大聖堂の東側のかなり広い範囲に及んでいるが、かつて修道院の前世紀には、修道院付属教会は近隣のカンタベリー大聖堂とその規模を競って、 いたのである。聖オーガスティン修道院は、カンタベリーに残る他の二つの重要な教会建築、すなわち、カンタベリー大聖堂と聖マーティン教会とともに、ユネスコの世界遺産に登録されている。聖オーガスティン修道院の登録面積は8.42ヘクタールである。この世界遺産は、世界遺産登録基準のうち、以下の条件を満たし、登録された。 ありがとうございます。